北国新聞ニュースをお伝えします金沢マラソンと福井桜マラソンが昨日、互いの大会開催に協力し合う協定を結び村山隆、金沢市長は広域観光促進につなげる意義を強調しました福井桜マラソンは北陸新幹線の鶴ヶ開業に合わせ来年3月末に 福井市と堺市にまたがるコースで開催され福井県では初のフルマラソン大会になります金沢マラソン組織委員会会長の村山隆金沢市長と福井桜マラソン実行委員会会長の杉本達次福井県知事は昨日福井県庁で協力協定を結びました協定では マラソン大会の PR ブースをお互いに出展し合うことや大会の出場者に抽選で石川福井の食材などを贈ることそれぞれの大会公式ホームページにリンクを載せることなど6項目を盛り込みました。村山金沢市長は春も秋も秋北陸のの魅力ををアピールできる両大会の連携を 北陸全体の広域観光促進につなげると協定の意義を強調しました一方杉本福井県知事は「金沢マラソンはランナーの満足度が高くおもてなしも評価されているさまざまなノウハウを学びたい」と述べました。今年4月から母校金沢学学院大学で教える木選手が昨日会見し オリンピックに出るような金の卵を育てたいと決意を語りました八木選手は2012年のロンドン2016年のリオデジャネイロ2021年の東京と3回のオリンピックに出場した経験を持ち全日本選手権でも7度優勝していますそして今年4月1日付で 母校、金沢学院大学でスポーツ科学部助教とウェイトリフティング部のコーチに就くことになっています。金沢学院大学で行われた会見にスーツ姿で登場した八木選手は、3大会連続でオリンピックに出場し十分やり切ったと第一線を退く理由を説明しました。また、 先生として歩む新たな人生についてはオリンピックに出場するような金の卵を育てたい競技恩師母校に恩返しする気持ちで頑張りますと笑顔で決意を語りました八木選手は高校の保健体育の教員免許を持ち母校のコーチ就任に備えて審判の資格も取得しています 野々市市が復活させた日本酒、松城が、かつて作られていた北家住宅に里帰りすることになりました。松城は明治から昭和50年頃まで作られ、野々市市が去年半世紀ぶりに復活させました。その松城は、野々市市本町にある国の重要文化財。 北家住宅の酒蔵でかつて作られていたことから来月19日に一日限りの商場バー北家が開かれることになりました野々市市はバー北家を通して幅広い世代に地元生まれの酒を知ってもらいたいと考えていますこのためバーでは市内の飲食店が商場を冷や熱漢常温で出すほか 2種類のカクテルとしても提供し、その香りを楽しんでもらいます。野の市市の担当者は、現代風の飲み方でも楽しみ、時間旅行の気分を満喫してもらいたいとお話しています。症状は純米酒で香りが良く、すっきりした味わいが特徴で、製造する金沢市の中村酒造によりますと、 予想をはるかに上回る売れ行きだということです金沢を舞台にした映画スパイスより愛を込めてが完成し出演した田中美里さんがパワーを受け取ってほしいと PR しました映画スパイスより愛を込めては 新たなウイルスによるスパイス不足で、カレーが貴重な食べ物になった時代を舞台にしています。中川翼さん演じる主人公は、母のカレーが大好物でミステリアスな少女と出会い、友人たちとスパイス不足の謎を追う青春群像劇になっています。金沢を舞台にした作品には、金沢カレーをはじめ、 本格的なカレーや家庭味のカレーなどさまざまなカレーが登場しロケはすべて石川県内で行われました完成報告の記者会見は昨日、北国新聞交流ホールで開かれ主演の中川さんとその母親役で金沢出身の田中美里さん 監督の関直樹さんが出席しましまたやっぱりコロ,ナコロナ禍で結構ちょっとみんな少しこうパワーが落ちちゃったりとか何かこう諦めちゃったりとかそういう時もあったかもしれないんですけれどもなんかスパイスっての威力ってすごいなっていうのを改めて感じたのであのそのパワーを受け取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。 スパイスより愛を込めては、今年6月に全国公開されます。関監督は、ぜひカレーと映画をセットで楽しんでほしいと PR していました。この映画の制作委員会には、北国新聞社が参加しています。粘りの強いレンコンで受験を乗り切ってもらおうと、 JA 金沢市が明日から合格レンコンの販売を始めます加賀野菜の一つ加賀レンコンは強い粘り気を特徴に持つことから JA 金沢市の加賀レンコン部会は最後まで諦めずに受験に挑んでほしいと合格レンコンの販売を企画しましたこの企画では合格にちなんで5本の加賀レンコンを袋に入れ 必勝と書かれた絵馬の形をした紙を添えました。五本セットの価格は四百六十五円と割安で、明日から来月末まで J.A. 金沢市農産物直売所穂がらか村の本店と野田店、崎浦店で販売されます。松寺町にある本店では昨日発売に向けた準備作業が行われ、合格蓮根の販売ブースに。 高さ2メートル、幅1.6メートルの鳥居が設けられました。多くの穴がある蓮根は先読み通せる縁起物にもなっています。加香蓮根部会の部会長北博之さんは将来を見据え粘り強く受験に挑んでほしい。おいしいのでたくさん食べて免疫力を高めてくれたら嬉しいと話していました。 放達くずづくりの体験会が、放達清水町で開かれ、子どもたちが故郷の食文化に理解を深めました。放達くず会館で行われた体験会には、放達小学校の3年生9人が参加しました。子どもたちは、放達くず生産友の会の4人から、およそ440年前から続く、 くず作りの歴史を学んだ後木よけの上からくずの根を踏み澱粉を取り出す作業に取り組みましたくず作り体験した女の子の一人はつるつるして触り心地が良かったと笑顔を見せていました京都の歴史を知ってもらおうと金沢市金岩町小学校の育友会が かつて地元にあった遊園地、東東園にちなんだイベントをあさって開催します。東東園は、金岩電鉄が1925年に、現在の金岩町小学校付近に作り、動物園や浴場、演劇場などを備えていました。金岩町小学校の育遊会は、3年ぶりのイベントのテーマに、 昭和前期で歴史をあさってのイベントは児童を対象に学校で開かれ東東園にあった動物園をヒントにした鷹のフライト体験や動物パズルのほか海辺の金岩地区にちなんで磁石を使ったおもちゃの魚釣り大会も行われます。金岩では年に 高校相撲金沢大会の第1回大会が開かれたことから、高さ1.8メートルもある巨大な紙相撲対決も予定されています。金岩町小学校の育遊会は、家庭や地域で金岩について話し合うきっかけになってほしいと参加を呼びかけています。 石川県のキャラクターにちなんだ百万山ー太の発表会が昨日、河北市内のこども園で開かれ園児たちが百万山と踊りを楽しみました河北市宇野家の新川子こども園で開かれた発表会にはおよそ30人の年長児が参加しました百万さんと子どもたちは県の観光マスコットキャラクターの百万さんと同じように 鼻の下につけひげをつけて登場し、観光 PR 動画「百万山歌うた」の音楽に合わせて元気いっぱいに踊りを楽しみました。参加した女の子の一人は、本物の百万山に会えてドキドキした。一緒に踊れて嬉しかった」と笑顔で話していました。以上、北国新聞ニュースをお伝えしました。